新しい発見があるっていうか、毎日毎日が。成功するまであれば失敗じゃないから。次どうするか。もうそれだけ。初めて来てから、その翌月に、まあやりますって言って、まあ半年したら収納みたいな。まあもともと農業やってみたいっていうのはあったんで、あんまいろんなところでこう、やってない栽培方法っていうか、そういう一年中イチゴやるっていうのは、うん、で面白そうだなと思って、うん。で、まあ来てみた。まあ、それは最初思い切りはいるんですけど、そうしてみないとこう、わかんない部分ってあるんで、うん。まあとにかくやってみたいなっていう、その好奇心の方が強かったって感じですね。まあ知識も全然なかったし、もう行き当たりばったりっていう形でまあスタートしたんですけど、うん。一人でできることじゃないんで、周りのサポートとか、うん。まあほんとどういう人に出会えるかっていうのは大きいなとは思います。うん。まあそういうところではまあ僕は運が良かったのかなとは思うんですけど、うん。もし出会ってなかったら僕はイチゴ栽培には入ってなかったと思う。なんで僕の中では平松先生。いや本当に、うん、ありがとうございます。ほんまにね。こう一緒に作っている年配のまあちょっと上の方とかも含めて、勝った負けたじゃなくて、うん、あいつのとこいいから見に行こうとか、うんうん、あいつのとこちょっとあれだから行っちゃってみとか、うん、そういう声かけができる関係性って本当ありがたいなと思うし、まあやっぱお互いにこう尊敬があるからね。いやそれは、うん、相手のことは尊重してるからっていうのはそれは一番あるかなと思います。やっぱお互いにこう刺激し合ってね、でまあ同志でありライバルでありみたいな、そういう関係を築けるのが一番いいのかなと思うんです。Thank you.